こんにちは、マチャイキャンプのマチャイです。こんにちは、ヒロさんです。YouTube の、チャンネル登録者数が500人を超えました。どうもありがとうございます。そして、動画の、数が300、多分、もうアップしているので300超えてるんですけれども、300を超えました。お世話になります。皆さんにたくさん見ていただいてとっても嬉しいです。今日は、木曽駒冷水公園キャンプ場の方に来ています。そこで、お礼の動画を撮っているところです。秋キャンプもうたくさんキャンプ行ったよね。寒い、今日は行かなかった。一年中キャンプをやっている私たちですけれども、それまではどちらかというとシエンタで車中泊することが多くて、ドライブが大好きな2人なので、下道でどこまでも結構走って、で車中泊をするようになって、それも道の駅だったり、サービスエリアとかパーキングエリアを、高速を使わないでフラットパークを利用して、はい、あちこち行って、立ち寄り湯もいろんなところを行って、で美味しいものを食べたりすることが多かったんですけれども、まあキャンプをするようになって、1年を通していろんなところ行って、でなるべく行った時には地のものをねいただくようにしてるんですけれども、美味しいものを見つけて立ち寄りで美味しいものを食べて、でキャンプ場で美味しいものを食べて、でまあよく見ていただいている方はよくご存知だと思うんですけれどもひたすら作って食べてっていうような動画が多い私たちです。ヒロさんもヒロさんクッキングで、まあいろいろテレビで見たりとか、ちょっと気になるなっていうものを自分で作ってみようっていうことが多いです。キャンプどうですか？うん、面白い。虫嫌いだけどそれかしょうがないね、虫の世界だから。まあまだまだね、秋とはいえ虫がたくさんブンブン飛んでたりとか、アブとか、ここ蜂がいるの。蜂とかアブなんじゃないの、ね、うん、冬になると、薪ストーブでおこもりキャンプ始まる ね、うん、今年もこれからも楽しみたいと思います。どうぞ皆さんこれからもよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。またね。Thank you.